この中島みゆきの彼女の生き方っていう、歌ね、まああの知ってるんです、知ってるっていうか、彼女の生き方ってこうタイトルはね聞いたことがあって、どんな歌あったかなと思ってちょっと見てみたら、この歌ねっていう感じで、でねこれね、中島みゆきが歌ってる元のオリジナル音源は YouTube になかったですね。ギターで弾いてこう弾き語りしてる人っていうのはいっぱいいましたけどね、で多分ねこうカポに G で A で始まるんですけども、要はね、こういう感じでこんな感じのイントロね、イントロっていうかこの始まりだね、これをまあこれをどう弾けという感じなんですけども、これこれ多分GG で次 Am で。感じで、酒と薬で体はズタズタ、忘れたいことが多すぎる、別れを告げてきた中にゃいいやつだっていたからね、彼女の人生いつでも晴れ、こんな感じの、歌なんですよね、で、これをどうしろという感じなんですけど、こういうのでね、この歌わずにこうメロディーだけ取ろうと思っても、この喋ってるような歌なんでね、歌ね、細かく弾かなあかんでしょでね、この運指、こう指の運び方っていうかね、これはね、やりやすいようにやったらいいんですよね。例えばね、これね、この彼女のこれ Em、 人生 Bm ね、でこっから Am に行くのにこれ Bm こう押さえてるでしょ、でこの Bm の人差し指をどけてこのままこうこの形をここずらせばこれ Am なんですね。でこの小指を離して小指をこっちの方に、でこれで C なんですね、Bm AmCCEm って、動いていくんですけども、これをねこう弾くんですよ。彼女の人生いつでも晴れ、そうするとこれこう Bm からこのままの形をこうずらす、で小指をこの、5弦3フレットになってくるね、このままね、これ多分やりにくいですよ、多分ギター弾き始めの人って多分こういう風に多分できないんですけど、で、次まあ Em に行くのがこの薬指ね、薬指はそのままでこう持ってくるね、ここを押さえたままでいけるんで、でこれなんでね
こうやるかっていうとね、これあの最後の方でね、あの転調するんですよね、 A にね、1音上がるんです、半音じゃなくてね、これ半音上がるってなるとね、あのできないんですけどね、半音上がるとなると、あのこのくるくるっと転がせるカポでグッてやって半音上げなんてしょうがないんですけどね、あの半音を上げるっていうのは、あのそのままではまあできないんでね、でこう A になった時にこういう風にこう A になるわけですよ、最後の方でね、なんかこの曲ね、今日もまた裏町はで、ここもね、これもだからこのままこう持ってくるんですよ、さっきこうこう弾いてたやつね、これが A になるから A この人差し指でここ3つ押さえてこうね、まあどの指でもいいんだけども、これもだからどの指やりやすい指でいいんですよね、要は、僕はこういくとこう薬指と小指とこの方がやりやすいからこうやってる感じね、これ次のコードが D なんだけども、これをだからララ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 、まあこれでもいいんだけども、こう来たらやっぱり向こうの方がこれもね、多分こう押さえるのってね、多分すごく押さえにくいと思うんですよね、でもあのこういう練習をするのが、いいと思いますね。で、なんて言ってるでしょ。でこのサビの部分というか、こう彼女のこう F のシャープのマイナーね、次ね。彼女の人生、こう C シャープのマイナーね。でここまた B マイナー、いつでも晴れでね、こうやりやすいでしょ、この方がね、晴れってこうさっきとあの同じね、このこうやってたのと同じ、こうね、でしょ、これこういうとこのこう人差し指がこう完全に余ってるでしょ、これね、だからこの特にでこう人差し指をこう制覇してる状態で、余ってるこの人差し指をここに持ってる、こう弾けばで薬指そのままで、これね、あのコード、要は押さえてる共通してる指っていうのはもうそのまま置いたままで、だからまあね、普通だから、まあ最初ギター弾き始めた時とかこう C から A マイナーとかに行くのに、これはだからもうこう薬指をこっちに持ってくるだけのことで、こことここはもう同じなので、押さえたままでこうね、これをね最初だからね、一番最初は多分 C はこうで、で次 A マイナーってこう一回離してもう一回置き直すみたいなね、になると思うんですよね、一番最初はね、まあこの共通してる指はもうできるだけもうそのままでこうそのままね、やるといいんですよ、で前もこの
うん、こんなんですね、知ってるんです、知ってる曲だけどそんなに細かい部分までわからないという、歌詞もあんまり、覚えてないですね、この曲、この歌ね、結構でもなんか割とこれ歌ってる人はいっぱいいましたね。中島みゆきの原曲のあれがオリジナルの音源がちょっと見つからなかったんで、なんかカラオケみたいなんで歌ってるやつとかをちょっと聞いたりすると、まあこれはもうだから G ね、 G ここ押さえてるだけでいいで、1弦使ってないんで、こういう動きね。酒と薬で体はズタズタ、忘れたいことが多すぎる。別れを告げてきた中にゃいいやつだっていたからね。彼女のこのここをこういくのはこのまあいわゆるなんていうの、経過音っていうかね、こう G からこう E マイナーに行くためのこの間の音、こういう彼女の人生いつでも晴れで、この時もこうやってだから B マイナーからこう、これ別にこう置き換えてもいいんですよ、置き換えてもね。ここもだから多分 E マイナーってね、こういう押さえにするですから、多分普通の人はでもあれ、ここも多分置き換えると思うんですよね、指をね。でもこういってこういったらここ共通してるんで、こういく方が何ていうの、合理的っていうかね。まあ多分ね、E マイナーこうやって、E マイナー、E マイナーをこうやって多分押さえてると、こういう風に押さえた方がいいよって多分教えてくれる人もおると思いますけど、これはね、押さえ方っていうのはね、どう押さえてもいいんですよ。要はね、自分がやりたかったら、自分がやりやすかったらそれでね、だから G もね、こう押さえると思うんですね。多分もうギター全然初めてこうギター買ってきて、なんかこうコード見ながらね、 G のコードはこことこことここにこう黒い丸が打ってあるからこう押さえるんだなと思って、それを多分押さえていこうと思うと、多分ねほぼ半分以上の人は人差し指から行って、こう中指から行って、ここ離れてるからやりにくいなみたいな感じのね、多分こういう風に押さえると思うんですよね、うん、で多分こう押さえてるとね、 G はこう押さえた方がいいよというね、中指から薬指って小指でこう、まあ、確かにねこれ普通に弾いてる分にはね、普通に弾く分にはこう C とかに移りやすいんでね、こうね、ここからまあこうずらすだけなんでね、ここがね、で小指を離して人差し指でここを押さえれば C になるんで、まあこの方がまあ合理的なんですけどね。でもその時と場合によってはやっぱりこう押さえてる方が押さえやすい時もあるしね、まあ、薬指じゃなくてここ小指でもいいんですけども、こここういうふうに持ってくると薬指でこの2弦の3フレットを押さえることもできるんで、要はこの押さえ方っていうのはね、まあどうでもいいんですよ、そこを押さえてたらね、やりやすかったらね、だからこうでもいいし、
さっきやったみたいにこうこういって A マイナーをこう押さえてもいいんですよ。多分あのまあ多分ね A マイナーも多分あのもう一番最初に見て、まあこことこことこことここに黒い丸が打ってあるから、ここ押さえて、ここ押さえてこうかなとかね、これやりにくいからこうの方がやりやすいなみたいな、なんかこう行くと思うよ。絶対人差し指からほぼあの 99.5% ぐらいの人は多分こう行くでしょう。こういう風に多分、これこことこここと こ, ことここをこう押さえる、でこういう形で Am を押さえる人っておそらく一番最初もう 99.99% ぐらいの人0.01% ぐらいの人はこう押さえる人もおるかもしれないですけどね、でもこういう、動きでいくとこうやった方がなんとなくこうね、なんとなくこうなんちゅうのこういう押さえ方ね、あ多分 やりにくいですよ、こうあの慣れないとね。でまあ、なんでこれこうやってる方がいいかっていうと、この次最後の方でこの A に転調した時にこういってこういってこういってこういけるからね。でねこの D のコードっていうのがあるんですよ。これ D のコードでここ4弦から弾いてこの4つしか使えないんですよね。4弦がベースになってるんでね、4弦の開放がねこう押さえるとね4つしか使えない。でこれねこのこう順番がねこれドミソになってないんですよね。これ、これねドソドミってなってね、ドとこれここがソで、でこれドこの音とこの音同じ音なんでね、オクターブの。でこの3度の音っていうのが一番端っこに来てるこの3度の音がね、こう押さえると、だからこれマイナーに変えるのにこの3度のこの1弦でマイナーに変える D のコードってね、こう押さえるとね。だからこれね実際 D はねやっぱこう押さえるべきなべしなんですよ。でこれこう押さえてるとこれでねドミソドってなってるわけですよ。これ3度がここに来てるね、この音とね同じ音なんだよここね、だからねD のコードをこうやって押さえる、これはね、まあ、言うたらこれ省略コードみたいな感じですよあの3度ここの間の3度の抜いてるみたいな、間の3度を抜いて一番端に3度の音を持ってきてるって感じで、こう本当本来こう押さえるべしみたいな、難しいですけどねこうやって押さえるのね。これだからまあまあこれずらしたらこれ E フラットのコードになるんですよね。 E フラットとかだともうこれこうしかあのできないですからね。他に押さえようがない。他に押さえるとしたらこの D がこう半音上がった状態でこの4弦の開放のところをここを押さえる。でまあこれもさっき言った通りこれこう押さえるとあのさっきの D と同じで3度の音が一番端っこに来てるってことね。これをこう押さえてると3度の音が真ん中に持ってこれるからね、ということで、分かりましたでしょうかねこの理屈が、ということで、こんな感じですね、これだからあの転調しなかったらあの弾きやすい初心者向きの曲ですよね、まあこれ最後あの別に転調しなくてそのままあの弾いて歌ってても全然あの
問題ないとは思うんですけどね。なんかあの聞いてたら一番最後のところでこう転調してたんで、ちょっとそれの、G からね、 G から A に転調するということですわ。はい、ということです、中島みゆきの彼女の生き方という曲をちょっと、やってみました、多分コードは多分これで合ってるとは思うんですけども、ちょっとね、あの原曲がなかったんで、でそんなにあのそんなにちゃんと聴いてないんで、あの、歌自体はね、こういう歌っていうのは知ってるんですけどね、僕はあの中島みゆきは割と好きなので、あの知ってますよ、この古い歌なんかはね、またねいろんなやつをやってみたいと、思いますけどね。結構ね中島みゆきの歌はねそんなに難しくはないですよね、あの銀の竜の背によっては難しいですけどね、あれね、こう転調してたりするとね、昔の中島みゆきのね歌なんていうのはそんなにいわゆる初心者向けの曲が多いですよね、なんか割とまあちょっと練習したら、弾けるようになるようなやつがね、はい、そういうことでこの彼女の弾き方 を弾いてみてくれというコメントが入ってたんで、ちょっと、ざっくりとやってみました。はい、それでは。